い、どうもピオキングです。今日もトロールコース一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、ケイブオブファンサプライズということで、今回もですね、トロールコースを作る天才が作ったコースを選んでまいりました。ただね、このコース1年半前と結構古いんですよ。まあ、それでもですね、この方が作ったコースなら絶対面白いと思うんですよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.27% で、サムネの感じがさ、動物なんだけど1の1っぽかったよね。まあ、1の1だったらそれはそれで全然違うね。これ速攻でさ、このメットかぶっていかなくちゃいけないみたいな。いや、ワンチャンあるよ。ここでかぶってって、もう右に開幕ボンミス。じゃあさ、しっかりとこのメットをかぶって右にダッシュしていく、それが正解だと思うんだよな。上に50コインある。だいたい50コインの罠なんだよ。下が正解。いや、まさか上が正解だと思わなかったな。じゃあここは度数が降ってくるから、すぐスピンジャンプ。そしてここは B を押して、うわ、どうしよう。四角の枠に行ってみる。四角の枠使用したいと思います。今日は四角を使用していい日だね。それじゃあさ、ここすぐ走り抜けろっていう感じかな。全部それで行ってみるよ。よし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 。うん、シンプルでいいね。シンプルでいいねじゃねえんだよ。じゃあここはパウを投げて、あのブラパを倒して右に進めと、そういうことだと思うんですよ。ここは四角の枠信用していいのか。一旦右に行って、ここを叩いてすぐ四角の枠、これで合ってると思うんですよね。この無機物野郎や。あのね、僕の動画を見てくれてる方の中で本当に優しい方がいるんですよ。まあ、もちろん皆さん優しいんですけど、喉の心配をね、めっちゃしてくれる方がいて、本当に僕の喉心配しなくていいからね。僕の喉マジでスター取ってる状態だから、もう無敵だからね。じゃあここは滑っていきますか。つるりーん、もう一回つるりーん。このまま鍵を取って、やばい予感がする。絶対やばいよ、ここ隠しブロック出る。頼む、何もないで、この豚野郎が。それじゃあこの先、鍵の場所まで行ったらダメっていうことでしょう。ゆっくり行ってみる、一個ずつ。いや違うんだって、ここが難しいんだよね。あ、バーがあるよ。ここにバーがあるからジャンプしても大丈夫なんだ。さあ、こっから鍵をゲットできるのか。溶けそう倒します。そしてこの溶けそう、上に投げる？いや、下に投げる？え、壊れないよね。こっから上に投げろっていうことかな。そしたら、トゲゾウが鍵持ってたのね。ここでトゲゾウをひっくり返した後にスピンジャンプで踏んで鍵をゲットできると、そういうことですね。それじゃあ先に進んでいきますか。何もしないでいい。それじゃあ次こそきっちり中間ポイント取りたいと思います。すぐ上、そしてすぐ下。よっしゃ。これさ、やられたらさ、このスイッチ変わんじゃないのかな。青と赤反対になってないのかな。あ、別になってないんだね。赤と青反対になってると思ったけどな。それじゃあこのパウブロック投げてすぐ右。いや、誰が想像できるの、ここ真ん中が大丈夫だなんてさ。絶対右の土管入ると思うよね。さあ、こっからどうするかなんだけど、あ、なるほど、この鉄球がブロックを壊して右に進めるっていうわけか。さあ、進んでいきましょう。なんだなね、こっち見やがってよ。今日は4人か友達まで連れてきやがってよ。そこでじっと閉じこもってろ。いや、まだワンチャンあるよ。右のドア入れるんじゃないの。天国への扉が開いたね。じゃあこのハテナ叩いたらダメだったんだね。そして右に行ってこの扉に入れと、そういうことですね。さあ、ここでオンオフを変えて先に進めば、なんか変わってるみたいな。いや、今出てきた鉄球さ、左下の4つのバネがあるじゃん。それに当たってどうにかしてきそうな予感がするんだけどな。頼むバネ、何もしてこないだろうな今日は。頼むぞ。ナイス。今日は味方なのか、バネやるじゃねえか。さあ、ドクロコースターも4兄弟行きますか。これはなんて書いてる、 X イコールブロックって書いてるな。 X を押してた僕がダメなのか。ここさ、 X イコールブロックって書いてたじゃん。 X を押してたら落ちるみたいな、そんなことないよね。なんで僕はこんな指示無視したいと思います。さあ、行きましょうマリオ。ここはどっちだ。
これさ、僕思ったんだけど、 X じゃないで、バツっていう意味なんじゃないかな。ブロックはダメだよっていう意味と思うんだけど、 X と勘違いしてたね、完全に。それじゃあここは上からはいけないよね。下、いやでもさ、下僕ガリガリの中見えてるよ。あれ音符ブロックじゃないの。なるほど、近づけばパワーブロックが発動するっていうわけね。そしてここ GG って書いてない。これ GG なんじゃないの。ゴールまで近いみたいな。さあ行きましょう、ゴールまで。なんとなくそんな感じはしたよ。絶対戻れないだろここ。じゃあ死に耐久か、なんだ、頼む、僕に死に耐久を送れ。これ左ってなんだ、左行けってか。いや、なんもないよね。下行ってられるだけじゃないの。死に耐久か、これは。僕に死に耐久をくれ、頼む、僕に死に耐久を。それじゃあ次はしっかりとあのチェックポイント取りたいと思います。ここで下に降りればいい。ナイス。そしてこっからどうするかだよね。え、次に進めんくない、左に行けってことかな。一旦左行ってみる。なるほど、ここが進めるように。邪魔すんじゃねえ、魚。え、なんか魚出てきたけど、こっちじゃないのかな。上、あ、左の方っぽいね、こっちね。なるほど、ツタが出てきてくれるのか。それじゃあ進みますか。あとはもうゴールだけだね。さあここは何もしないでいい、何もしないでいいよ。よし、うますぎ。左上気になりな、かなり引っかかってやるか。ブブーじゃねえか、死に耐久期待したぞ。いや絶対死に耐久と思ったんだけどな、上野のか。ちょっと期待したのにな。じゃあここはコインの通り信用していいのか、本当にな。ドカンは入れない。てやでい。それじゃあここは下に行けっていう感じだったね。砲台の裏につららが隠されてるから何もしないでいいみたいだ。なるほど、そういうことか。この一気やっぱ怪しい。おおどうして。それはうますぎ。なんか久しぶりにこんなシンプルな罠に引っかかった気がするな。じゃあ一旦オンオフをして、このドクロリーと乗ってここで待っておく、それが正解なんじゃないの。いやここは僕だけじゃないはず、みんな思ったと思う。このドクロリフトに乗ってあの雲の場所で待っておけばいいんじゃないかなって。さあこっからなんだけど、多分この砲台がね、やっぱりパンを壊してくれるっていうわけか。それじゃあ進んでいきましょう。次はどんな感じだろう。犬待って、砲台は来なくていいって、頼むって。上に逃げるよ、上に逃げさせて。なるほどね、犬を倒した瞬間すぐ右に行けっていうことだと思うんですよ。ここはどういう感じだ。耐久の音楽がするけど、これは多分死耐久でもなんもないよ。多分あのロケットにやられて終わりっていうことでしょう。ぬるいな、たまには耐久くれよ。さあロケットどこに行ってんの。ねえ、メカ君もあなたがやってくれるんですか。いや、いらないって。もはや、いらないって。頼むって。あ、ワンちゃん下がゴールの可能性がある。どう。まだゴールさせてくんねえか。いや、中間ポイント。マジで優しすぎるね、この制作者。もうちょっと心を鬼にして作らないと。それじゃあさっきのヒントの通りに言ったらさ、鍵を取るなって書いてたよね。で、四角の枠、この場所かな。この場所で待っておいたら。なるほど、これで先に。頼むって。誰、そこどいてよ。いつもそんなことして楽しいか。分かったぞ、ギャラをたくさんもらってんだろ。後ろで金をもらってるのが見え見えなんだよ、このワイロ野郎が。絶対もうそろそろゴールだと思うんだね、こんな演出があるってことは。さあ早く右に。よし。さあゴール前の罠どうなんだ。上、ここに追っておけば大丈夫。穴。よっしゃ、来た。あ、いや、よかった。そしてせめて頼む、頼む、こっからゴールさせて。やった。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、ヘルオアハレルヤということで、地獄か天国かという意味なんじゃないでしょうか。でこのコース、サムネを見る限りですね、壁と針の間をすり抜ければいいだけだと思うんですよ。たったそれだけなんだけど、クリア率が 1.57%。 あの穴の下には何があるんでしょうか。それじゃあ早速やっていきますか。まあ数々の一発マリオをしてきた僕、あの壁と針の間をすり抜けるぐらい造作もないことなんですよ。それじゃあこの穴を抜けて天国へ行ってきます。
ある意味天国だったね。なるほどね、下にパックンがいるからさ、あのパックをどうにかしろっていうことか。じゃあこのアテナブロック怪しくない？アイテムとかないよね、やっぱり。じゃあさ、あのゴールポールのところのブロックタス乗りしろっていうことなんじゃないかな。いやこれ絶対難しい。これね、落下しながらタス乗りってね、本当に難しいんだよね。下から上にタス乗りするときはいいんだけど、上から今からみんなこればっかり見るからね。今日はめっちゃシュールなコース選んでしまったな。まさか落下しながらタス乗りしろとか思わないじゃん。次こそ成功させてみたいと思います。もういいんだってこのくだり。いや僕思うんだよね、この下にタス乗りできたとしてもさ、どうやってゴールするかなんだよね。もういいって、みんな飽きちゃうってこのシーンばっかだったら。ママ、今日はやっとスカイダイビングが体験できる日なんだね。僕ずっと楽しみに待ってた。ビオキング気をつけていってらっしゃい。ちゃんと着地は成功させるのよ。ママ助けて。ビオキング、まだまだ甘いの。わしは昔スカイダイビング部でな、着地がうますぎて着キングって呼ばれてたんだぞ。お前は地獄へ落ちてる。お姉ちゃんもやってみて、きっと楽しいよ。私高所恐怖症なの。大丈夫、下には綺麗なお花さんもいっぱい咲いてるから。さあ行ってらっしゃいお姉ちゃん。まったくみんな甘いわね。お母さんのお手本を見てなさい。きっとお母さん成功させてみせるから。本当に難しいんだってこれ。マジで全然乗れないの。いやごめんね、ずっと同じシーンばっか見せちゃって。せめてパックに当たってやられよう。そんくらいぐらいギリギリを攻めてみるね。来た。いやこっからどうするんだって。でもなあ、どうするんだって。あっ、スターがあんのか。なるほど、これでクリアできるっていうわけね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてビオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。